とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 YY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日も、極ボスをソロ攻略、やっていきましょう。今日行くボスは、これ。極、山をも喰らう黒い影。今回新しく出てきたボスの、まあ、一番弱いやつ、って言われてるけどね。まあ、早速、行ってみましょう。はい。まあ、弱いって言われてるけど、強いかな。弱いって言われてるけど、強いのよ。今までのボスと比べると、断然、強さが違うんで、あーもう、変身した瞬間それやめて。でも、基本的な倒し方としては、今までの、オイーターとか、丸のみとか、その辺と変わらず、です。とにかく、移動速度制限される攻撃、あれを食らっちゃダメ。まあ、食らっちゃうんだけどね。あれは基本的に食らわないように立ち回っていきましょう。で、あとは、まあ、攻撃をしすぎないことかな。基本的には、回避メインで立ち回っていくっていうことです。おっと、ブレイ。一発食らったか。で、まあ、本気になったとき、バーストしたときが、まあ、やばいから。攻撃力が、結構高い方。他のボスに比べて。なんで、本気になったときは、もう、とにかく、避けることを中心にやっていった方が、いいです。あ、HP は低めだな、やっぱりね。他のに比べて。他のがまず、異常に高いやつとか、結構いるもん。異常なやつがいるんで、あぶね。よっしゃ。それに比べれば全然なんてことない。あー！アイテムボックス！アイテムボックス取りたかった。よっしゃい。もう、たまに流れてくるんだよね、あれ。あー、やべ。ちょっと今のは。今のはね、欲張っちゃったね。欲張らなくていいのよ。欲張ると逆に、倒すのが遅くなるんで、欲張っちゃダメ。よし、あそこステータスアップあるな。美味しいな。オッケー。ステータスアップ、ステータスアップしてもそこまでダメージ変わんないか。いや、若干変わる？もう一発行きたいとこだけど、我慢。行け。来た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 。あれのね、空から降ってくる炎か。あれに当たっちゃダメよ。これ。これに当たったら、まず死ぬからね。要注意です。OK。普通にダメージも食らうし、あれ、持続ダメージがいったんやのよね。OK！ でも次につなげるものがあまりない。おっしゃ、まあまあまあ。入れれたっちゃ入れれたからいいや。OK。当たったか。意外と範囲が。まあ、意外とでもないけど。広いよね、やっぱね。じゃあ。もう一発だ。まだ。あ、もうバースト終わった。バーストがね、終わってしまえばもう、大丈夫。バーストした時は本当にやばいから。よっしゃ、あぶねあぶね。おーっと、戻ってきた。いけ。あ、来た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 。あー、食らっちゃったわ。あぶねえ。よかったよかった。あの後に追撃がね、来なくてよかった。結構ね、追撃で痛い目見るんだけど、大丈夫だったね。
ちょっと待って、なんか必殺技溜まれ、必殺技溜まってくれ。よっしゃ、おっぽくねえ、なんか隙見せてくれ、隙を見せてくれ、もう終わらせるから終わり。まあ、とにかく一撃一撃が痛いから要注意です、要注意。攻撃をしすぎるともう本当にがっつり反撃もらうんで注意してやってみてください。あとね、マルチでやるっていうことです。それでは、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。